いよいよ日本代表松井明慶、極真の風雲児、今登場であります。対しますのはスイスの代表アンディ・フグ選手であります。さあ果たして史上最強の男は松井かアンディか、果たしてどちらに外貨が上がるのでありましょうか。今その決勝戦、ドンという太鼓の音とともに始まりました。さあ老山さん、はい、いよいよ試合開始ですが、はい、松井は先ほどのですね、はい、試合で体がほぐれてきた、そういうふうにも考えられるんじゃないでしょうか。そうでしょうね、それも言えます。そうですか。それとまた精神的にはもう、先ほど申し上げましたようにね、もう完全に勝ち負けというよりも無心の状態だと思うんですよ。ははは、無心の状態ですよ。やはり勝負もですね、とことん詰めていきますと、もう勝敗を超越したような心境になるものなんですよね。なるほど、まさに松井はそれだと思います。無我の境地で頑張ってもらいたいものですが、老山さん、先ほどですね、まあこの大会向けの監督ということで、私の方から控え室の方へ行かれたんですかって聞いたら、いや、あえて行かなかったと答えられましたよね。そうなんです。これはやはり松井はですね、誰が何を言うと結局は今戦うのは自分一人なんですから、むしろ周りから雑音を入れるよりはですね、自分が精神統一できるような時間的な余裕をあげたかったですね。なるほど、まあ、今の彼の表情を見ても、まあ、非常に爽やかな表情してますね。あれは聞いておりません。これは聞いておりません。まあ、しかし松井選手の攻撃はいいですね。さあその辺のですね、控え室の表情どうだったんでしょうか。レポーターの木下アナウンサーが先ほど、取材に行ったと思われますが、どうだったでしょうか、木下さん。はい、松井選手なんですけれども、お医者様の話では今朝緊張のあまり筋肉が少し痙攣してしまったそうなんです。でも今はもう大丈夫だということなんですが、松井選手の控え室での表情は硬く、レモンをかじった後体を横になって休めていました。まあ、かなり疲れているといった様子でした。堂山さんね、今木下アナウンサーの方からレポートを入れてもらいましたけれども、やはり先ほどの準決勝、かなりやっぱりスタミナあるといっても、答えたんでしょうね、これは。いや、もうそうですよ。この特にですね、207名の選手の中から優勝戦線に残るためには、6回も7回も試合を経験しなければいけないんですね。その時に待機している時もこれも戦いなんですよ。ですからただの技の優劣だけではなくですね、それを超越した人間対人間、それは総力戦なんですね。ですから全ての質に勝ったものが最終的には残るということなんです。さあ危機迫る、そういった試合が展開されております、試合場でありますが、松井選手、分がありますよ。これは決定的なものは出ませんでしたが、さあ果たして判定はどう出るでありましょうか。さあ2本上がりましたが、引き分けであります。引き分けであります。合田雄吾主審、取りませんでした。赤を巻いている松井を取りませんでした。赤は2本上がりましたが、しかしこれは引き分けであります。そのまま延長戦に入りました。お聞きください、この歓声。おっと、アンディ・フグの上から叩き下ろすようなその大技が繰り出されました。大山さん、先ほどちょっと捨ててるんじゃないかという話ありましたけどね、アンディの方、再び斧で竹を割るようなあの戦法、出てきましたね。そうですね、ちょっと気になりますね。こうなった時に彼を調子づかせるのは、非常にこれは怖いですね。なるほど、一旦は諦めかけていたその優勝王座というものが再び延長戦ということで、ひょっとしたら自分のところに来るかもしれない、そういう気持ちになったのでありましょう。アンディ・フグ、スイス代表。まあ、こういう時に周囲のですね、重圧にどちらが耐えられるかと、精神力の差が大きな内容となって現れますね。なるほど。さあどちらがその重圧に打ち勝って史上最強の男となることができるのであります。
ましょうか。あった、危ないですね、松井選手電光石火、近くのあの前からですね、ああいう大技が出るんですよ。すごいですね、離れてもいいし接近してもいいし、どんな前からでもですね、相手に対する致命的な攻撃が仕掛けられるということは、やはりアンディ選手素晴らしいものを持ってますね。このアンディ・フグ選手なんですけれどもね、はい、日本に来る前にですね、はい、取材陣に対しまして、はい、勝つために俺は東京に行くんだと、はい、優勝するというふうにはっきり断言したそうですね。なるほど、前回の第3回世界大会に、松井選手と戦ったらしいんですね、はい、私が戦ったらしいというのはですね、彼のことは記憶にないんですよ。はあ、そうするとこの4年間の間にですね、超速の進歩をしたということになりますね、このアンディ・フグ。もうこの旅の大会でですね、はい、アンディ・フグという名前は、私のこの先のやっぱりこの修行生活の中でも一生忘れることできないですね。さあ、またしても決定的な技が出ないまま延長戦にピリオドを打ちました。果たして判定はどうなるか。赤が1本、試合が進むにつれてですね、赤い旗が上がっていく本数が減ってきましたね。そうですね、しかしこのような度重なる延長の中でですね、やはりどちらがその主導権を握るかということなんですけどね、どちらもやっぱり疲れてくるわけですよね。当然疲れるんですよ、はい、その疲れた時ですね、調子の波に乗るか乗らないかというよりもですね、その疲れに打ち勝つようなやっぱりこの精神力の問題なんですね。あっと、いいですね、上段蹴り、アンディの顔面目がけて一戦上段蹴り、上段回し蹴り、温度額のところが真っ赤になってますね。赤くなってますね。アンディ・フグ選手の左の額のあたりが赤くなっています。あった、うまく入ったぞ。あっ、顔面攻撃、これはルール違反です。ガクッと崩れ落ちました松井、心配ですね。こういう僅差の戦いにおいてはこれ非常に不利になりますね。松井選手には有利です。注意位置が与えられました。しかし顔面へのオーダーによりましてのそのダメージが気になるところであります。松井、昭和59年の1月に開かれました第3回世界大会で松井と当たっていますアンディ・フグ、5回戦において松井と当たっているだけにその雪辱を雪辱戦として今回臨んでいることは間違いありません。松井かアンディか、外国勢はアンディに熱い視線を送ります。そして館内の日本のファンは、そして日本勢の選手は松井に熱い視線を送っております。どういう結果が待っているのか、今地球上で最も強い男は果たして誰なのか、極真空手の頂点に立つのは松井でありましょうか、はたまた外人勢として初の栄冠をものにすることができるのか、アンディ・フグ。今時間であります。先ほど の、はい、の注意が食らいましたね、あれがこの判定に大きく響くと思います。赤、3本上がりました。3本上がった、松井優勝。松井第4回オープントーナメント全世界空手道選手権大会、今極真空手史上最強の男として輝きました松井明義。